こんにちは、速稼塾の久保でございます。茨城県の民泊モネの家のね、動画がまたモネさんから送られてきましたので、今回動画を お見せしたいと思いますけども、今回はですね、モネさんから特にコメントが寄せられてなかったんで、当時に送っていただいた公開レビューの方ね、お客様のレビューの方を読みながらお届けしたいと思います。まずこんなのがあります。星5つ、木のぬくもりを感じられるお家と綺麗なお庭で、なんだか心が浄化された気になります。新緑の景色の中、テラスで鳥のさえずりを聞きながら手作り朝ごはんをいただくのはとっても気持ちよかったです。モネさんのお話もとても興味深くて楽しい時間でした。人生を楽しんでいる感がすごく伝わってきまして、その行動力を見習いたいと思いました、というふうにコメントをいただいてますね。いいじゃないですか。そしてもう一件紹介させていただきます。星5つです。とても綺麗なロケーションと空間なログハウスで、日を忘れて家族でゆったりとした楽しい時間を過ごさせていただきました。何よりモネさんの人柄が素晴らしく、娘ともたくさん遊んでくださり嬉しかったです。朝食もとても美味しく幸せでした。これから毎年遊びに行きます、ということでございました。ね、素敵でしょ。ずいぶんモネさんの人柄とモネの家の素晴らしさ感じられたんじゃないですかね。ではですね、6月7日になりますけども、21時から、そんなモネさんにどんどんね、その素晴らしさの秘密、スローライフの秘密を掘り下げて聞いてみようかと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。まもなくズームの URL も発行されます。それでは失礼します。